どうも、ヒロです。ということですね、もうすでにもう見えてるんですけど、まあ、あのサムネタイトルにもある通り、まあ、今回はね、ダナーフィールドの3ヶ月ぐらいね、発揮始めから経ったので、まあ、3ヶ月でのこのエイジング報告と、まああのまあ、レビューですよね、まあ、この使用感、まあ、どんな風だったかっていうのをちょっと話していこうかなと思います。その靴の詳細に関しては、去年かな、動画出してるんで、買った時に、まあ、その動画見てもらって、で、最初にね、この靴の、まあ、エイジングについてちょっと触れていこうかなと思います。もうね、こうすでに見えてると思うんですけど、この革、これウォータープルーフレザーなんですけど、ちょっとね、傷とかもこの先端とか結構ね、ついてきてて、くるぶし部分、ここもはナイロンなんですね、ちょっと分厚めの。で、ゴアテックスが搭載されてるナイロンなんですけど、このナイロンのね、この生地感というか、デニール数もこれ結構これ多分高い、多分1000デニール近いナイロン使ってると思うんで、こことかね、このくるぶしの形に沿って形状記憶してるんですよね。そう、この形状記憶した状態で、このくるぶし特有のね、このシワ感、こういう6インチ丈のブーツの、がナイロンでこの表現されてるっていうのが、いや、ちょっとこれは、なんか、まあ、ダナーならではだなっていう感じがありますね。まあ、これね、ちなみに両サイド、こっちにもね、このくるぶしのね、よいしょ。これわかるかな。凹凸が出てるんで、これ多分もっと生えていくと、まあ、よりちょっと深めにね、まあ、出るんかなっていうところがあって、今まで持ってるその6インチ丈のブーツは全部レッドウィングの全面革張りのね、ブーツだったんで、ナイロンでのこういう、なんとか経年変化っていうのはちょっと初めて体験するんで、これはこれでちょっと面白いなとは思いましたね。このウォータープルフレザーね、結構その最初の動画に比べて、ツヤ感だいぶ、まあ、あると思うんですけど、これが一応ブラッシングはね、毎日、欠かさず、まあ、履いた後、履いてなくてもね、ちょっと埃かぶってる時はもうやってたんですけど、なんというか、クレム1925と、あとブートブラックの、ブラウンのシュークリームを塗って、まあ、ケアしてたんで、まあ、ちょっとこのツヤ感がね、出てて、この色味、このナイロンとこの革の色味的にも、ちょっとこのツヤが出た状態もかなり、まあ、絵になるなというか、かなり様になってて、個人的にはかなりお気に入りですね。あれ、ちなみにソールなんですけど、ビブラムのソールで、全然まだね、やっぱ3ヶ月程度じゃ、全然すり減らないですね。結構ね、履いてたんですよ、これ。毎日履いた時もありましたし、結構1週間履き込みみたいなことも、実はしてたんですけど、正直そんなソールはね、まあ、もともとこの分厚いっていうのもあって、まあ、すり減る感じはないですね。紐もね、いい感じにやれてきて、まあでも3ヶ月だからそんなか。うん。まだね、こうピンとちょっとこの張った状態はまだちょっと若干まだ残ってる感じなんで、まあ、これからね、1年とか履いていくと、よりこう、ちょっとボロッとした感じのね、まあ、こなれた感じが出るのかなとは思うんですけど、まあ、現状ではね、まあ、エイジングとしては、ま、こんな感じですね。やっぱり色合い、思った通り、やっぱりその革のツヤ感が出始めた時の、このナイロンとのこの色合いの雰囲気は、やっぱ他のダナーフィールドと比べても、まあ、結構個人的には、まあ、これ、この色味が一番、ま、かっこよく出るのかなとは思いますね。まだね、傷とかもね、本当に、ここにちょっとあるくらいで、そこまで、まだたくさん傷だらけってわけじゃないんですけど、今のところはね、特に山登りとかしてるわけではないんで、まあ、今後ね、なんかちょっとこう、まあ、福旅のシリーズとかで、なんかこう、山登りとか、山登りっていうのは、まあ、なんかその、山岳地帯にある、なんかこう、観光名所とか行くときに、ちょっとこの靴履いてね、まあ、トレッキングできたらなとは、ちょっと思いますね。結構トレッキングシューズのイメージあるんで、このダナーフィールドとか、なんかアウトドアのね、イメージあるんでね。まあ、ちょっと福旅でね、まあ、これ履いて、キャンプとかね、それも一人キャンプとかできたらいいなとは思うんですけど、ソロキャン。ちょっと、まあ、まだね、予定はないんで、今後、まあ、企画していこうかなと思います。で、まあ、このエイジングももちろんなんですけど、まあ、今回のメインとしては、まあ、これの使用感というか、結構履いてていくつか気づいたことがあったんで、まあ、ちょっと、まあ、話していこうかなと思ってて。で、まず、まあ、履き心地についてなんですけど、まあ、スニーカーしか履いたことがない人にとっては、最初ね、このベロの部分、これが足首に立ってちょっと痛いかもしれないです。なんですけど、まあ、レッドウィングとか、まあ、スペアとか、なんかそういう、ほんと全面革張りのね、6インチ丈のブーツとか履いたことある人からしたら、もうスニーカーです。履き心地は、完全に。最初の、なんかその、出血するとか、なんかそういう、感じのは一切ないです。で、足首にさっきこれ当たるって言ったんですけど、本当に最初の1、2回ぐらい
ちょっと気になるなぐらいで、本当に履き始めて1週間経たないうちにもう完全に足に馴染んだんで、まあ、クッション性、こう包まれてるホールド感とか、あとこのインソール、これインソール入ってるんですけど、そのインソールのクッション性とかもかなりいいんで、正直レッドウィングから、まあ、僕みたいに入ってダナー来ましたっていう人からしたらダナーイージーだなって思いますね。というか履き心地がめちゃめちゃいいんで、なんかそのちょっと遠出するときとか、まあ、運動というか、まあ、歩くときとかは、結構ダナーをチョイスすることが多いなって思いましたね。最近特に履いてて、もちろんあのフラットボックスとか、あとあのベックマンとかもね、あの履き心地めちゃいいんですけど、なんかそのクッション性っていう面に関しては、まあ、こっちにやっぱ軍配は上がるかな。結構柔らかくて、ただそのなんだろうな、まあ、革靴特有というか、まあ、レッドウィングの例えばそのベックマンソールとか、キングビーとか、ああいうソールのあのカツンっていうあの帰り、衝撃のこの帰り方というか、あれが好きな人、あのちょっと硬派なというか、ちょっと硬い感じが好きな人からすると、ちょっとグニグニしてるなというか、うん、なんか柔らかすぎるなっていう風に感じる人も、まあ、いるかもしれないんで、まあ、そこはちょっとこう、まあ、好みというかね、まあ、個人的にはまあレッドウィングの あのトラクショントレッドソール、まあ、あれもあの9111ね、最初それだったんで、まあ、履いたことあるんですけど、まあ、あれよりもはるかに柔らかい、まあ、そのスニーカーから入って、ブーツ初心者です。で、そのなんか靴ずれとかね、その履き心地的な面で、まあ、ちょっと不安が残るっていう人は、最初はちょっとこのダナーフィールドから入っていった方がいいかなとは思いますね。だからスニーカー、ダナーフィールド、レッドウィングみたいな順番で、こう徐々に徐々にこの最深部にね、あのブーツの履いてってくれればいいんじゃないかなとは思います。で、あとちょっとインソールの話にもう一個あって、このインソールが結構その消臭抗菌らしいんですけど、確かにその履いて脱いだ瞬間はまあそのまあ蒸れてるね、すごい汗で、その汗のまあ足の匂いっていうのあるんですけど、5分も経たないうちにもうないんですよ、匂いが。なんでちょっと足の匂い気になる人とか、なんか足汗よくかくよって人はこれ結構おすすめですね。ダナーの靴、今んとこまだちょっと特集会も組んでないんですけど、着火ブーツ、あれも一応あのインソール入ってて同じで、あの消臭抗菌なんで匂いはあんましないんですけど、これまあインソールで取ってインソールだけ洗って干してまた入れれば、あの気になる人はね、ほんとそれこそ半年に1回とかやったら、あの全然清潔に保てますし、まあそうじゃなくても、まあ消臭抗菌なんでね、あのそんな気にしなくていいのかなと思います。なので僕もその1回ね、あのなんだっけな、足のケアの動画上げて、あの全然再生されなかった動画だったんですけど、まあ、その動画上げたりするぐらい、まあその足汗かくし、その結構気にするタイプだったんで、なのでこのダナーのね、このインソールはすごく画期的だなと思いましたし、まあ、レッドウィングにもインソールってあるんですけど、あのレッドウィング基本的にインソールない状態で販売されてるんですよ。でもちろんその状態で履くのがデフォルトなんですけど、ダナーの場合は、インソールが入ってるのがデフォルトですし、取るとなんかその縫い地というか、なんかすごい中のやつが見えちゃうんで、まあ、インソールが入ってる状態が、ダナーは、まあ、普通というか、まあ、それ以外の状態はないんで、なんでまあその、まあ、ちょっと足汗気になるなって人も結構おすすめですね、履いてみた感じと。あとはやっぱこの革ですかね、このウォータープルーフレザーね。今ちょっとこうツヤっとしてるんですけど、これ最初ね、これを買った時の動画とかはツヤ消しの雰囲気だったと思うんですけど、今こうツヤが出てきてて、なんですけど、この革やっぱりウォータープルーフレザーっていうだけはあって、まあ雨の日は最強ですね。あのどんなに雨が降ってきても、あのなキロッとしてるんですよ。全然そのシミとかそういうのが一切ないんで、なんでその、まあ、雨の日用とか、あと雪の日、まあ足元が悪い日はもう全部これでいいんじゃないかなと思いますね。もうほんと長靴の代わりとして履ける靴ですね。で、まあ、まだそのタウンユースでしか、履いてないんで、まあ、冬からちょっと雨降ってくるな、雪降ってるなっていう時ぐらいでしか履いてないんですけど、まあその、最初に上げた動画でも言った通りに、ここをこう、中がね、このベロが縫い込まれてるんですよね、完全に。繋がってるように。なんで、この辺ぐらいまでだったら、あの、水入っても浸水してこないよっていう、まあ、気候なんですけど、なんで、まあ、水への耐性っていう面においては、もう、最強格かなと。僕が持ってる、まあ、レッドウィング含め、全部の靴の中でも、まあ、これが一番強いかなと思います。あとは、あとこれだな。この靴紐？これ何気に、この靴の登板回数が多い理由って、まあ、最近ちょっと雨、雪があったっていうだけじゃなくて、この靴紐の、なんだろうな、まあ、結びやすさと解きやすさ、まあ、
きやすさで、まあ、着脱のしやすさの面においてはこれが一役買ってると思ってて、スルスルっと抜けて、でもほどけにくいんですよね。この 丸紐っていうのかな、このタイプの紐ね。結構そのフラットボックスのあの、なんだろう、ロー引きの平紐は、まあ、走ってたりすると、あの、駅とか、その、出勤とか急いでたりね、結構その、片方だけ取れるとか、ほどけちゃったりとか、人によっては切れるっていうのも結構聞いたんで、まあ、その、靴紐による、その、着脱のしやすさとか、履きやすさっていう、その面はあると思ってて、その面で言うと、まあ、この靴紐は、すごいちょっと、履きやすくて、で、ほどけにくいしっていうところで、なんかこれまた、ちょっとね、あの3ヶ月履いてね、若干こう毛羽立ってはきてるんですけど、まだまだこれはあの、まあ、新品の部類に入るのかなとは思うんで、まあ、ここからいっぱい履いてって、でもしね切れるようなことが今後あったら、まあそのダナーのね直営みたいなとこ行って、まあ、この靴紐をねまた買おうかなと思ってて、まあ、それぐらいねあのすごくいい靴紐なんで、僕はこれかなり気に入ってます、ね、カスタマイズしてもね、まあ、面白いのかなとは思うんですけど、で最後に、まあ、今までねちょっとこうメリット的な面を、まあ、ちょっと並べてたんですけど、まあ、デメリットというか、うん、個人的に少し危ないなって思った点があって、それがまあこのソールなんですよね。これであのビブラムのソールなんですけど、もうすごいこれ分厚くて、でちょっと柔らかくて、まああの先ほど話したあの履き心地の面で、まあ、すごい一役買ってるんですけど、ちょっとこの靴、まああのまあ雨とかね、その水に強いんで、ちょっと足元の悪い時に履くんですけど、若干このソール滑りやすいんですよ、若干ね。ベックマンとかフラットボックスとかとかに比べると、ちょっとあの雨に濡れた、まあ、コンクリは大丈夫なんですけど、まあ、駅とかのタイルあるじゃないですか、ああいうツルッとしたタイルの上だとちょっとこうずるっと滑りそうになる瞬間が、まあ、あったので、まあそれでもねあのグリップ性っていうのはあのある方ではあるんですけど、まあ、ちょっと気になったなっていう点がそれで、うん、まあその過信しすぎてね、そういうところで走ったりするとこの靴で思いっきり転ぶ可能性があるんで、なんでその、まあ、グリップ力はまあそこそこという感じかなと思いますね。まあ、ちょっと滑るなって個人的には思うんで、若干そこ気をつけた方がいいなっていうのはあります。まあ、ただそれ以外は、まあ、正直、まあ、それを含めてもね、あのかなりいい靴なので、まあ、これからそのスニーカーからブースデビューする人、革靴、レザーのね、こういうブースデビューする人は、まあ、おすすめかなと思いますね。で逆にちょっと今はねレッドウィングとか、ローリングダフグリオとかそういう、まあ、がっつりしたねレザーブーツ6インチブーツ履いてる人は、まあ、一回ねこうなんだろうな、まあ、ちょっとこう気分転換みたいな感じで履いてみるのもいいんじゃないかなと個人的に思いました。かなり最近ね登板回数増えてきてて、でこれ履いてて全然疲れないんですよね。やっぱそのクッション性もあって気に入ってます。最近の一押しです。で履きじわもちょっとずつ履いてきてるんですよね、この両サイドに。ここにもねちょっと履きじわが出てきてて、あと重さもね、そう、最初の動画でも多分触れたと思うんですけど、そこまで重くないんで、で軽すぎもしないんで、なんかこうブーツ履いてるなって実感はありつつも、なんかこうしんどっていうのがない靴ですね。はい、ということでですね、今回はこのダナーフィールドについてね、まあ、エイジングと、まあ、あと使用感、まあ、レビューですよねを、まあ、してたんですけど、まあちょっとダナーねもう一足あって、まあちょっとこの動画の中でも触れてた着火ブーツがあって、それについてもね、またちょっと特集会を組もうかなと思っているんで、まあ、まあ、交互期待ということでね、ダナーはかなり、個人的にはレッドウィングも好きなんですけど、ダナーもいいなと思ってて、ちょっとまた、いつかね、どこかでいい靴があったらね、ダナーも3足目行ってもいいのかななんて思ってます。はい。ということで、以上、袋でした。グッドとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。